時刻は深夜12時30分を回りました。ネオジャポニズムの辰巳さやかと滝沢ひなのと学生則の奥田修司です。ここからの30分は戦うがコンセプトのアイドルグループネオジャポニズムのメンバーがラジオで様々なことにチャレンジするネオジャポのファイトフォーザレディオのお時間です。はい、さあ日付は変わって本日1月17日はおむすびの日。もうなんかすごいもう正月気分も抜けたって感じですね。そうですね、日常って感じですね、うん、おむすびの日ですね。素敵、まあ、美味しいですから、うんうん、なんか好きな具材ありますかお二人？もう完全に梅。ああそう、梅私もそう梅。ああそう、うん、そうや、さやかちゃん梅好きやんな。梅干し大好きです。確かに大好きです梅は2種類あるやん、酸っぱいと甘酸っぱいが、うん、どっち？酸っぱいです。酸っぱくても甘くてもいいんですけど、うん、形がなんか細かく切ったやつじゃなくて、うん、梅の種を取ってなんかこうごと入ってるやつあるじゃないですか。皮も込みで、そう、それが一番うまい、うん、ああなるほどね。足を握り、足をね、結局そのままっていうね、はい、一応ねなんかこう某サイトにあった好きなおにぎりの具ランキングとかあったみたいなので、うん、ちょっと見てみましょう。すげえ、はい、1位 58.5%、 まあ何個も答えたんでしょうね多分ね。ああ鮭。おお、もう鮭なんよね1位でも、ね、うん、2位明太子。あ3位ツナマヨ。言い方、ま、言い方ない、まだ来ないですね。4位タラコ。5位昆布。こんないけど、昆布ばっかですね。6位梅干し。おーい、我ら梅干し、梅干しね。7位ものいいっすよね。おお、7位天むす。うん、おむすびちょっと邪道じゃないですか。邪道っていうか、うん、そのくくり的になんか違う気がする。もうさ出てるやん、はい、外に尻尾が。そうやっぱ具というからには中にいててほしいよね。そうですね、うん、なるほどね。8位おかか。あ、まあまあこれはいいでしょう。9位高菜。あ、好き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 、まあ、美味しいよね。好き好き。10位よ、うん、いくら。おお、いや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 、いくら嫌いですか。いや美味しいよ、うん、けどさ、うん、好きな おにぎりの具でいくら出てくるやつ。あー、そういうこと。いくらって最初に出てくる一発目にね、ちょっとそうってやつとさ、うん、俺1時間会話できへんと思う。いや偏見が、多分偏見がやばいね。おもれ、いやそれ多分、うん、こっちが何か言ったことの第一声のリアクション全部間違えると思うね、うん、おにぎりの具何って聞いていくらって答えるやつ会話できへんやろ。確かに多分、もう絶対盛り上がらへんやん、うん、なんか会話する気ない答えって感じがしてさ、おもれ、人格が出ますねここ。出るよ、うん、ちなみに奥田さんは何が好きですか。こんなか、でもな、うん、俺は明太子かたらこなのよ。おお、魚卵なのよ。魚卵系ですね。瀬戸美優と一緒やな。うん、ああそう、そう2人もそう。魚卵、たらこをやってん、うん、で焼いてたのよね、はい、たらこは、うん、明太子は生なのよ、うん、大体、うん、だからその日によってめっちゃ捨ててる、はいはいはい、ああそういうこと。今日はちょっと焼かれてるものを食べたいなと思った時は、うん、たらこで生バージョンと焼きバージョン、生バージョンとちょっとパンチ、あ、パンチいただきたいと思ったら明太子でいくかな。へえ、魚卵好きやねん。魚卵好きやからこそここでいくら入れてるやつが納得いかへんねん。同じ魚卵やとしてなぜ明太子とたらこを無視していくらに行くんだと。ほれ、納得いかない、うん、まあそういうことですよね、うん、そうね。おかかっていう人とはあれやね、結婚できる気はするわ。あ、家庭的家庭的、おかかっていう女性とは結婚したらって思う。おかかってめっちゃ地味やん。だってかつお節を甘、あのちょっと甘辛くしただけの、うん、いっちゃいやすいね多分、うん、なんか無印って感じの女の人が好きそう。なんかあ、いいね、うん、いいですよ。素敵素敵、かわいい、うん、おかかいいですね。いいね。天むすもちょっとな、いやこれちょっと出ますよね性格、うん、みんなが知ってるものだけにね。確かに、うん、今言われて気づいたわ。確かにちょっと出とるわ性格が。出てるやろ。うん、高菜もちょっと出てるからな。え、高菜はどういう人ですか。高菜もちょっと変わってるよね。そう、変わってるっていうか、うん、いや美味しいね、うん、美味しいねんけど、あ、そこ行くんだ。そう、最初に言った時にそのなんていうのかな、そのいや、あのバンド昔の方が良かったとか言うタイプ。うわー、うん、
そう自分の感覚一回押し付けてくる。うわぁ、うん、めんどくさい人の嫌がらな。うん、ちょっとめんどくさいかな。俺1位に持ってくる人は。ああ。やっぱ6位までよ。6位までの話をしようよっていう会話よ、これは。言うたら、このランキングは。おもれ、うん、クイズやったら難しいね。7、8、9、10当てるのが。うんうんうん。やりんけど、普通の会話としてはやっぱり6位までのね、人とね。話しようや。話しようや。おもれ、うん、なるほどね。ちょっとね、こういうところでまた会話をね、うん、人の性格を読めますのでね。はい。いや、こんなおにぎりの話がこんな広がると思わなかった。ほんまに危ないよ。危ないから、ほんと気ぃつけて。うん、危ねえ、マジで。怖え。ぼーっとしてたら、えらくなるからね。はい。はい。というわけで、今夜も最後までお付き合いください。今夜の1曲目は、ラナで、ターンインアップ。はい。いい発音で言おうとした。うん、いいや。え、いいね。俺確かに一発目にいくらっていうやつと仲良くなれんって言うんだけど、めっちゃわかるかもしれない。ちなみにあのキムタクがおかかが好きみたいですね。え、おかかが結婚できるじゃん。あいつ好感度爆上がりするね。やっぱおかか好きで、ね、嬉しいな普通に、うんうん、あ、マジっすかなる。嬉しいなよ、おもろいわ。逆にいくらだったら超怖いですけどね。もう、あ、まあキムタク、うん、キムタクだからじゃないと無理やけどなと思う。逆にね、だからこそキムタクはキムタクになれたんだなみたいな気にはなるけど、それが許される人、キムタクはね、うん、キングカズとかね、うわ、あの辺はいくらって言ってももう、まあ、仕方ない。そうなんですね。確かに確かに、うん、じゃあそのいきます。辰巳さんからお願いします。はい、インターフェムネオジャパのファイトフォーザレディオ、ネオジャポニズムの辰巳さやかと滝沢ひなろと学天則の奥田がお届けしております。イエイ。さあ、リスナーの皆さんからたくさんメールいただいておりますのでご紹介しましょう。ラジオネーム松さん、おい、早速ですが質問です。皆さんは太陽を見たり、暗いところから明るいところに出た時など眩しさを感じた時に、鼻がムズムズしてくしゃみが出たりしたことありますか？私は小さい時からそうだったので、人間の生理現象だと思って過ごしていたのですが、大人になってから実はそういう反応、かっこ光くしゃみ反射というらしいです。それをする人間はごく一部だということを知ってびっくりしました。そうなんだ。いや俺も知らんか。そうな、俺全然してるわ、うん、見ないと思ってた。ええー、気がしてないわ。あ、そう、うん、同じようにみんなそうだと思ってたら実は違ったというような経験はあったりしますか？もしありましたらぜひ教えていただきたいですと。おー、あーくしゃみ関連やったら自分もあります。何、うん、なんか龍角散のど飴とか、うん、ミント系のガムとか、うん、それ食べたら絶対くしゃみ出る。ああ、そう、もう百発百中で。なんかあんねや。うん、なんか鼻にくる、すごい。へえ、うん、でもまあなんだろう、刺激が、うん、くしゃみ系刺激が来るようになってんのかな。うん、どうなんやろ。でも太陽がマジで分からんや。いや、あるで。あるんや。急に眩しいのずっと見たら急にくしゃみ、バッシャーン、バッシャーンって出る。その本気のやつ来たね。本気のやつね。クチャンぐらいちゃうよ。バッシャーンって出る。最悪や。私はでもこれ分かる派の。太陽出た、はい、太陽、バッシャーン出る。ほんま急に来るやん、うん、めっちゃしたくなるね、ほんまに。そうなんや。なんやろね、思ってたら違うかった。なんかそれこそ前みゆちゃんが言ってた、なんかグーとパーで分かれるやつ、うんうんうん、そう、あれ地域によってめっちゃ差があるやん。あ、違かったら、うんうん、そうそう、ありましたね。確かに確かに。あとは、うん、個人的な質問なんです。あ、うんうんうん、いやいや、気になる。薬、錠剤飲むときに、うん、私お水を口に含んでから薬入れて飲むんですけど。錠剤、はい、丸ね、はい、うんうん、大体そうですか？ええー。私はそれを友達に、うん、ふとこの間おかしくねって言われて、粉薬はそうやろ。あ、そうですよね。うん。いや、水あったら水で飲むけど、水なかったら水なしで飲み込む。つば。そもそも。そもそも。やば。そもそも。でもそうやな、口入れてから水、入れてから、うん、水探しに行く時もあるぐらいから。ああ。うん。私はもう常にお水と一緒に入っていってもらう。はい、ああ、なるほどね。いや、一個あった。何？なんだ？いや、ネオジャポに入ってからさ。うん、これ会話しよって、うん、あのみんなにびっくりされたのが、
私の家っていうことをうちんくって言うんですよ、うんうん、うちんくうちんちじゃなくてそううちんくさみたいな、うん、みたいな言ったらもうメンバーが大爆笑して、うん、何が面白いだろみたいな、うん、でもなんか本当にあの自分の住んでる高知とか四国、うんはいはい、のところだけうちんくっていうらしいんですようちんくそうくっていうがなんでやろなんか徳島の人とたま会話するタイミングがあって、うんうん、うちの家のことなんて言いますかって聞いたら、うん、うちんくって言うって言われてで四国なんやそうだからそれが自分らのとこだけなんやと思ってびっくりしたああそううんいやそんなんあるかな方言もまあそれあるか何かありますか奥田さんいや別にみんなそうやと思ってたら実は違ったことうん結構合わすからな合わせるんやもうあれ俺はやってるぞそっち側で俺は知らんかったけどそういうことなんやなと思ってもう最初から知ってたみたいな感じで一応合わしに行くタイプやからうわ結構早めに強制していくねんな、うん、分かるんやうんそやなでも四条は、うん、あのしょうもないって言うやん、うん、あ言うしょうもないって言うねんけど、うん、あいつしょうむないって言うねんえああ言ってるかもうわ分からんかったもうじゃなくてむっていうねしょうもない、しょうもないって聞こえてるなって思ってて、大喜利かなんかの答えでしっかりしょうもないって書いてたからあこいつしょうもないなんやと思って、でちょっとだけ気になるやん、うん、でも突っ込むほどのことでもないやん、うん、だからこれもう15年ぐらい泳がしてるうわでどっかでどっかで言う、うんま、どっかであと15年黙ってたけど、うん、むーやなってめっちゃおもろいもうじゃないって言ってもっと早言ってくれやっておもろもっと早言ってくれやって言ってほしいからまだ泳がしてるその寝かすのめっちゃおもろいちっちゃいことの方がいいや寝かすのは、うん、おもろ毎回言うほどのことでもないねんって言って今日にしただからめっちゃおもろいわそれやばいそうなんや、そうなんやだからまだ皆さんもね、ヨジョさんに会ったら言わないでくださいね。はい、内緒で。言ってんなと思っても。突っ込まなかったら、あ、今日はまだないやと。まだ解禁してないやつ。してないやと思ってね。はい、行きましょう。ラジオネーム、はい、カズシティさん。はい、ありがとう。初めてラジオを聞いております。うわ。もう3週間前に初めてネオジャポと出会ってから、ネオジャポの曲しか聞いておりません。うわあ、まあ出会い立ててそうなるよね。やばいね。自分は最近、鳥の研究活動で日々忙しいのですが。すごいよな。すごいね。皆さんのおかげで戦えてます。ああ、忙しい時に BGM で聞いてるんでしょう。ところで、皆さんは今自分の中で流行っているものはありますか？鳥の研究活動。なんだろうね、大学とかそういう大学院とかやってはんのかな、うん、本気の生物学普通に気になるね、うん、まあ多分また特典会とか来てくれるっしょはい、うん、ぜひ聞いてください何かありますか、はい、最近ハマってる方私はあれにハマってますが、うん、あのブルースカイニュースっていう何それ YouTube チャンネルがあるんですけど、うんはいはい、そこで何なんか見たなそれ空港関係のお仕事の裏側チャンネルみたいな感じでやっていて、あのいろんなあの航空会社さんの CA さんの一日密着とかがあるんですけど、はいはい、そういうのを見るのにハマってますね。いろんな職種の方の裏側、あ職業の裏側、はいはい、ああいいですね。中でも私はそのアメリカにも行ったし、うん、旅行も好きで、で飛行機乗るのが好きなので、その。そういう職業の人の一日密着みたいな感じで見るのめっちゃ楽しいです、ね、俺もまあプロフェッショナル見ながら酒飲むっていうのがずっとあった時期があるから気持ちはわかる、うん、なんか職人的なね、はい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 、華やかに見えてるけど実は裏はねっていうすげえ面白そうだな、ちょっと面白い。なんかありますか有田さん。自分のブームですか。最近、うん、最近で言うと、うん、やっぱりあのね12月、うんはやっぱ年明けに向けて部屋を掃除するじゃないですか、うん、あ大掃除だから物捨てるのにハマってました。あ今そうなんかあのでっかい棚とか、うん、おそうそっち大断捨離やん。そう大断捨離したりとか、うん、なんか部屋中の、うん、なんか前最近まであったものを、うん、ほこりとかあの天井のあの感じの入れそうとかもう全部なんか大掃除中なんだね。そうのがすごい楽しい。あまあ綺麗になるしね、うん、新規一点。そうあと、うん、キャンプの映像を見るのにハマってます、うん、ほう海外のキャンプえめっちゃおもろい。マジソロとかじゃなくてソロキャンプっていうか、まあ、ソロキャンプも好きやけど海外の家族がダイナミックっぽいな。めっちゃ面白いんですよ。へめっちゃおもろい、ね、やばくない。家族のそういう系うちも好きで見ちゃう。そう、うん、なんか
キャンプやのに二段ベッド持って行ってるんですよ。すげえな。プロキャンパーみたいな生活をね、そう YouTube で配信してるところもあるしね。そうなんや。だからなんかすごくて、なんか机組み立ててなんか暖炉もちゃんとあって、うん、で部屋あのキャンプってテント1個じゃないですか、うんうん、やのにキャンプが2つに分かれちゃって、ご飯食べる部屋と休む部屋みたいなのがあるんですよ、うんうんうん、マジすごいと思って、ダイナミックやね。そうなんかもう見よったらマジでなんかもうあのやりたくなります、キャンプを一人で。見てください、キャンプぜひ。キャンプか、全然見たことないな、うん、マジおもろい。もう逆、俺真逆や、キャンプの映像と真逆のもの見てる。何、おじさんになっても引きこもってる人の連れ出す映像。マジか待って、それめっちゃ見たい。それなんてやつ、めっちゃ見たいやけど、まあ、なんかそういうあんのよ、そのもう親御さんが無理ってなってお願いする施設があんのよ、うん、ね、それはもう映像にも流すぐらいから、うん、もちろん暴力的にも連れてるわけなんか絶対ない。でも説得、説得も説得やれんけど、やっぱ30年引きこもってたやつってごちゃごちゃうるさいねんか、でごちゃごちゃ言うなやってなんねん。見ててだんだん腹立ってくる。おもれなんやねんそれみたいな、なんか親先知るねんと俺も言い出してんねん、もうテレビ見ながら。なんで見るんですか、え、見たいなするじゃないですか。いやでもそれでやっぱりそのなんかわーって言って行くようなもんじゃなくて、こう寄り添う言葉で何とかしてくれよ。でどっかで変わんねん、心が入れ替わるやん。それで、で映像化してるってことは基本的には全部連れ出しに成功はしてんねやんか。あ、確かに確かに。もう外出て裸足で1時間歩き回るだけのやつにずっとついていきながら説得し続けるとか、意味わかんない。途中で足くじで変わらで動けへんくなって、うん、やらもうほっとけとかなんか言ってんねやんか。いや、ほっとかれへんやろ、一番川で裸足でさ、足くじいたやつ。そう、でもそんなやねんけど、うん、でもちゃんと施設入ってからどれぐらい経ったとかもちょいちょい見れんねやんか。経過もあるんや。そう、めっちゃ性格変わんねん。へえ。人と関わることで。そうなんや。そう。うわ、やばい、ちょっとそれ。でも大人だけじゃないで。子供は泣く、普通に。あ、そうなんや。そう、DV とかでの子もおれば、学校にいじめられてる子とかもおんねんけど、うん、で、学校行けて、うん、そんで、あ、学校行けへんかったけど、そこで見てもらって、資格取って、高校入学できたとかって、でみんなめっちゃ喜んで、俺もそれ大号泣、よかったな、よかったな。なんか奥田さんって意外とめっちゃ泣きますよね、なんか。泣くよ。めっちゃ涙もろいよな。子供なんて絡んだら、病で泣けるよ。未来が明るすぎて、眩しくて泣く。眩しくて泣く。くしゃみでそうなの、眩しくて。おもれ。なるほどね。そうなんですね。ちょっとこの鳥の研究でも気になるんで、またね。はい、教えてください。教えてください。うん、はい。ということで、たくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、ここで1曲お届けします。あ、すみません。ちょっと声が。あ、はい、バグバギってのか。あ、すみません。じゃあ、もう一回お願いします。はい。それではここで1曲お届けします。ポリフィアで ABC。 それ見たいんだけど、マジで。お前、生き塾チャンネルってやつ。生き塾チャンネル、生きな塾って書いて、で連れ出し屋ではない。めっちゃ自由な施設運営してる系やから、まだ見れる。生き塾チャンネル。あ、これちょっと確かに泣いてしまいそう。泣いてしまうよ、うん、で高校出た子がまだ全然コミュ障やねんけど、メガネかけて、でも出て、あの、ここで働きたいですって言い出して、そうで、同い年ぐらいの子のとこ行って、その全然コミュニケーション取らないけど、僕もそれぐらいの時があったんだけど、うん、そんなこと喋って、なんか友達になって、なんか、やば、どんどん良くなっていってるんだ。やばい、どんどんいいよあれ。そうなに、どんどんいいよ。どんどん、希望しかないチャンネル。うん、おっさんだけめっちゃ笑ってる。おっさんの引き込みはほんまに。いや、もうそれは姉が嘘を言ってるだけで、うん、あの、母が騙されてるんですよ、姉にとか言って。何言ってるんですか。何言ってんねんだよ、ずっと。だから僕は母を姉から守ってるんですよとか言って。マジ怖いが勝つんですけど、そういうの見ると。そのお母さんが連れ出してくれって依頼してんのに、うん、いや、それ母は騙されてるんですよ、姉に。機械に入った。ずっと人と関わらないってそうなるんだってなりますよね。なるなる。あー、おもろ。はい、では後半行きたいと思います。はい、では
インター FM ネオジャパのファイトフォーザレディオ、ネオジャポリズムの辰巳沙耶香と滝沢ひなのと学生服の歌がお届けしております。さあ後半はチャレンジ企画のコーナーです。今夜のチャレンジは余剰クイズ対決。どんどんいけせよ、学天則奥田の相方学天則余剰くんですね。はい、今年43歳になります。おお、はい、おめでとうございます。僕が変わってるとよく言われますが、うん、表面的に出てる変わってるのは僕かもしれませんが、内面的にはあのひちらの方が1000倍変わってますので、そのね余剰について、はい、ちょっと2人がどれくらいね理解してるのかというのをちょっとクイズ形式でちょっと試してみたいと思います。おー、楽しみ。クイズ対決、はい、私がクイズを責任を持って考えさせてもらいましたので、ありがとうございます。はい、じゃあ行きましょう。はい、まあ、ポップなんかでいきましょうかね。うん、はい、お願いします。第1問、余剰の学生時代、うん、一部の人が呼んでいたレアなあだ名は何でしょう。レアなあだ名、はい、なんだ。レアなあだ名です。一部の人ですもんね。一部の人です。まあ基本は仲良くない人とかはもう余剰くんとか余剰ちゃんとかやねんけど、そのなんか身体的な特徴をいじる、身体的な特徴をいじる系のあだ名ってある程度仲良くないとあかんやん、うん、でも多分その一部の人、俺は全然ちゃうかったんやけど、その一部の人はもう仲良くなりすぎて、なんやろな、余剰に分かりやすい身体的な特徴1個あるやん、はい、そこが目に入らなくなったら慣れて分かりやすい身体、それを超えてなやここってなって、そこがあだ名になったよね。え、待って待って待って、分からん分からん。見た目です。見た目、はい、見た目をいじった。え、見た目、まず特徴なんか言ってみて、余剰の特徴。髪の毛が犬みたい。ああ。と、垂れ目、うん、あ、垂れ目、あ、実は垂れ目、あ、いいとこ気づきますね。猫背。ああ、そうですね、そう、そういうもじゃもじゃの奥にあるもの。ああ、うん、実はなんか当てずっぽでもいいよ。しゃくれくん。しゃくれくん、ちょっとだけな。しゃくれとけ、ちょっとだけな。まあ、しゃくれてるっていうか歪んでんねんけどね、よく。ほら。右フック重くそ食らったみたいに左に歪んでるから。え、あとなんだ。うん。でもいいですね。その鼻から下あたりに着目したのはいいんじゃないですか。鼻から下？唇お化け。そんなことないやろ。分からん。ひげくん。ひげ生やした。いや、ないんですよ。あの人も毛玉取りみたいなひげ剃りで、ひげ剃り。ほら。薄いから。え、鼻から下？鼻から下、口周りです、もう要は口周り、はい、笑った時です、ヒントは。あ、は？スキッパー。スキッパーおじさん。学生時代やね。確かに確かに。かわいそうにおじさん。鼻のかな？いい方向に行ってるけどな、どうだ？出るか？口大きいマン。うわー、大きいからニョキッとね。ニョキッと、うん、鼻毛。あー違う、上行ってもった。ニョキッと、ニョキッと、歯が、鼻毛はずっと出てる。え、歯並び、まあ確かに昔矯正して今は良くなってるけど、昔悪かったけど、そこじゃなくて、そこじゃなくて、出るか、ニョキッと、下、あー、そこまで。なんだ、笑った時歯茎がめっちゃ見えるので、歯茎地です。待って、センスありすぎやろ。歯茎地。歯茎地。一部の人にある歯茎地と、ほぼいじめです、これは。一部の人が本人には言ってないから。しかも本人には言ってないの？陰で歯茎地っていうの。待って、陰で言うのはガチで悪口や。そう、歯茎地笑っとるわ。歯茎地おもれえな。歯茎地笑ってる。うわ。待って、嫌われとるやん。そういう使われ方だったから。今ハグキチって言おう。ハグキチって呼んでびっくりするぞ、急に。よし、じゃあ行きましょう。はい、何も、じゃあ余剰が、人生で一度だけ似てると言われたことがある有名人は誰でしょう。一度だけです。これ僕現場に言いました。一度だけ？で、その一人の女の子が一回だけ言った。これを彼はね、19年しがんでます。ってことは結構前だね。それしがみたいぐらい、そういうこと、いい人ってことです。そういうことです。だから余剰という人間の顔を思い浮かべて、その近辺にいる有名人で一番いい人を挙げてください。いや、
結構昔ってことですよね。そうね、もう20年ぐらい前ね。結構昔。俳優さんですか。俳優さんではない、ミュージシャン。ミュージシャン、うん。そうね、だから俺ら20年前とかやったらもう褒めること。稲葉さん、あーかっこいいけどね。どこがだ。ユージョンが稲葉さんの日ないってかっこいいと思った人言っちゃいました。かっこいいな、うん、分からんな。20年前ユージョンさんの感じ意外と二重やったりね。あーユージョンさんももうちょい今ほど老けてないからね、20年前から。ミュージシャン、うん、ちょっと色白気味で。マイケル・ジャクソン。あ、もじゃもじゃ感ね、うん、褒め言葉すぎるけどね。違います。わかりますかね。わかると思う。え、自分の名前出てきますか。出てくると思うで。全然有名は間違いなく言えない。今はもう、あ、違う。今はもうなんやろ、すあ、そのお年ですごいかっこいいし若いっすねっていう感じやけど。奥田民生。あ、違うね。ね、ヒントで言うと、もちろん日本人なんやけど、その苗字と名前ではやってらっしゃらない。苗字と名前ではやってらっしゃらない。うん、ダイヤモンドユカイ。もじゃもじゃしてんな。20年前のユカイさん知らんて俺。バンドのボーカルです。バンドのボーカルさん。はい。エクスジャパン。いや、年じゃない、しゃくれてんな。でもいい方向は行ってます。だからそれやったら都市みたいなことやからやろ、うん、そうそう、いい方向です。ほんま浮かれてたな。え、ビーズさんじゃない。さっき稲葉さん出たからね。でもラインはいい方向に行ってんねん。そっちよりですよね、うん、X ビーズラインはいいねん。 X ビーズライン、マジで分からん。うわー悔しい。あー出ない。本当に分からん。一度だけですよ、はい、ラルクのハイドです。ラルクのハイドに、で一応写真一応ねやってくれてんねんけど、まあね、遠い縁にはいないのよ。あーよく見たら口元ね。そう、ただしかもなんかラルクのハイドがめっちゃ好きやっていう女の子がいるところの合コンで言われたのよ。うわ、だからラルクのハイドが好きな女の子に、うん、俺ハイド似てって言われてんって言って、はどこから殺すぞみたいに言われたらへこむやん、うん、じゃなくてラルクのハイドが好きやっていう子にハイドに似てるって言われたっていうのが自信やねん。うわー、ちょっと可能性を、うん、浮かれてた。それに、うん、絶対モテてるっていう顔してたもん。そのフィルターかかってますもんね。カッコつけてたもん、なんか、うん、うわー嫌だ。カッコつけて合コンでカラオケやってんけど、うん、であえてラルク歌わへんかって腹立つ。うわー、歌ってよな、生きんだよ。逆に歌わんのやばい。ドラゴン足歌っとったな、あいつ。モテに行こうとした、モテに行こうとして。いやー、今のところちょっと正解遠いですね。じゃあ最後、マジも最後これ頑張ってください。はい、最後の問題。四条が奥さんと二人で自分自身が出てる番組を見なくなった理由は何でしょう。なぜでしょう。2人で見てたのよ、うん、2人で見てた、見てたけどもう見なくなりました。なぜでしょう。自分がバカにされすぎて立場がないから。あー、なるほどね。四条が奥さんにそれ見てほしくないと、その姿見てほしくない、カッコつけたいみたいな。あー違います。違うか。どちらかというとね、奥さんが強いのよ、四条家は。わかった、はい、浮気がバレそう。あ、なるほどね、なんか言って、うん、違う、お家で威張ってるから、うん、職場での姿見せたくない。昔は四条の方が前威張っててんけど、今も完全に、今完全に奥さん主導権、もう主導権、付き合ってる時は四条やってんけど、結婚した瞬間に奥さん。分かった、はい、すごい注意される。あ、いい方向ですね。要はその四条さんのプレーがあまりよろしくないと。もっとあんまこういうことあったよ、はい、そう、それのがあってとあることを奥様がされたから、もう二人では見なくなった。また顔を作り出した。あー違う、自分よりおもろいこと言い出した。あー違う、あー、もっと普通に制裁です。制裁を加えられてます、四条は。制裁、制裁、あ、制裁か、怒られてます。むず、二人で見てる奥さんが何してんねん、あんたと、うん、何してんねんでやった行動です。あ、わかった、はい、トイレの
水とのすっぽんで頭ボシャンやられた、はい、どういうことなの。なんで真空にして四条脳を活性化させようとしたの。出るか、怖いですよ。怖い。いや締め出された。いやもっと直接的です。殴られた。惜しい。殴るまではいかない。殴るまでの方がマシる気もするし、わからん。蹴られた。違う。叩かれた。違う。後ろに回って、後ろ回って首を絞めてやられた。正解。出ました。はい、そうです。マジ、はい、超おもろいじゃん。そう、一緒に見てて、四条さんがトーク番組かなんかかな、前に出てなさすぎて、スーって奥さんが立って、四条どっかトイレかなと思ったら、お前もっと前出ろやってて、首ギュッて締められた。おもろめっちゃおもろいじゃん。まあ普通に、普通に締められたらしい。って言ったらしい。マジで面白いけど、そっからもう怖くなって一緒に見ることはなくなったらしい。そうね、おもろ、外トラマや、外強かったよね。はい、ということで、まあ、だいぶヒントあったけど、この勝負はひなるちゃんの勝利です。やったー、一問ね、正解しましたからね。今後もね、ちょっと四条さんの動向には注目していただいて、はい、いつ四条クイズが飛び出すかわからないんでね、はい、しっかり見といていただきたいと思います。はい、はい、ということで四条クイズのコーナーでした。それでは今日最後にお届けする曲です。ネオジャポニズムでバタフライエフェクト。おもれ、うん、四条さんと奥さんのエピソードめっちゃおもろないですね、うん、なんか前もなんかトイレの中言ってなかったですけど、なんかかかったみたいな、なんかあの国分寺住んで2ヶ月でトイレ詰まったり、あ、そうやそうや、新築やのに。それか、新築で詰まって、うん、かわいそう。そうそう、ですっぽんやってて、勢いよくすっぽんやってたら、様子見に来た奥さんにすっぽんので飛び散った水を奥さんにかかってみた。いやー、奥さんにかかって最悪。じゃあ奥さんがやったのを養生の顔にかかって、あの一言も謝られへんかった。頑張りすぎ。そこにいるのが悪いやんね、顔されて。マジでおもろい。うわ、弱いな、養生さん、家で。弱い、めっちゃ弱いで。握られとるわ、うん、はい、じゃあエンディングいきたいと思います。はい、じゃあ辰巳さんお願いします。インター FM ネオジャパのファイトフォーザレディオ、そろそろエンディングのお時間です。はい、はい、ということでね、今日は四条さんのね、はい、もっと変わった人ですから、うん、マジでなんか最近でもすごい思います、うん、四条さんって変わっとるなって、うん、そうだからほんまに変わってんね、うん、でそれが表面に出てない。そう、なんかだって最初会った時、逆に奥田さんの方が変わっとると思ったもん。俺は普通やん、まだ。そう、まだあの人の比べて全然普通。じゃあなんか並んだら奥田さんがやばい。あ、奥田さんじゃない、四条さんがやばい。やばいやん、間違えた。そうやねん、うん、で自分のやばさに気づいてない、うん、あ、そうなんや、うん、本気やねん。国分寺住んだことも本気やねん、うん。じゃあ、キラさ、国分寺に住むことの何がやばいのか知らなかったんですよ、今まで、うんうん、でも、キラ、この前なんか千鳥さんの番組出てたじゃないですか、うんうん、あ、いろは千鳥かな、そうそう、その時になんか国分寺にいると、その先輩の、うん、なんかこう、ご飯誘ってもらった時に、うん、なんかこう、帰る時に、うん、あの、わざわざその千鳥さんがこう2万払って、先輩がね、あの、おそばで、その終電まで以上付き合った場合はやっぱり先輩がタクシーでくれはるから、うんうん、っていうの知らなかったんですけど、うん、もうその付き合いがある上でそこの国分寺に住むのはやばいなと思いました。確かに、そうやね、うん、そうやね。確かに先輩とかって今そのゴータクシーとかって先にもう決済が済んでるやつで、うん、もう家まで乗って帰りってやってくれるの、うん、で後に気づくの、大悟さんがね、その時大悟さんが2 決済で2が来とるぞって。これ、これ余剰ちゃうんかってなって、後で腹立つわけよ。に、そう、ギャラ飲み女子や、ギャラ飲み女子がもらえる額よ。額転足余剰がもらってええ額じゃないの。途中で降りろよ、余剰も余剰で1までこれで行ってくださいと、残り僕が出しますとかやれよ。何を素直に国分寺まで見返ってんねん。その辺がやばいな、あいつは。マジでおもろいわ。はい、その辺もちょっとね、注目していただいて、はい、ではネオジャパさんからのお知らせまいりましょう。日付変わって今日1月17日今日水曜日は、うん、ゼップダイバーシティでの対バンライブに出演させていただきます。はい、スタートは16時半から、少し早い時間ですがお待ちしております。他にも1月はたくさんライブに出演させていただきますので、詳しくはネオジャポニズムの公式 SNS をチェックしてください。お願いします。お願いします。はい、番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを大募集中でございます。
メッセージは音声プラットフォームオーディにある番組メッセージ、あ、番組ホームページのメッセージフォームからお願いします。そして番組を聞いた感想を SNS の X でポストするときはハッシュタグネオジャポラジオ、ハッシュタグカタカナでネオジャポラジオでお願いします。はい、そして音声コンテンツを楽しめるアプリラジオクラウドとオーディでは放送した音声のディレクターズカットバージョン、そして日付変わって今日水曜日の21時からは収録の模様を YouTube 動画インター FM 公式チャンネルでアップいたします。はい、そちらもねぜひ放送に載ってないトークしてますので、はい、ご覧いただきたいと思います。お願いします。というわけでネオジャポのファイトフォーザレディオ、ここまでのお相手は学天則の奥田とネオジャポニズムの辰巳さやかと滝沢ひなのでした。せーの、おやすみかーい。はい、OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。